ニコニはこちら向いて立ちますので、皆さんこちらにお願いします。はい、ニコニは前に周辺でお散歩したりとかさせていただいたり、あとはですね、なんといっても井伊直政役にですね、毎年芸能人さん雇いましてですね、馬に乗ってお城、お殿様が走るんですけれども、今年は細川茂樹さんという、今平の清盛ですね、 NHK の大河ドラマに出てます、平の清盛に出てます。1時間半ぐらい、1時間ちょっとぐらいかな、もう新幹線乗ったら30分ぐらいで着くかなと思いますので、車でもすぐ来ていただけますしですね、ぜひコニャンに相次いでにですね、城祭りパレードにも来ていただけたらいいかなと思います。コニャンちょっとお顔が見えへんからね、ちょっとね、下、上、うん、上の方もとか、はい、はい、うん、この辺持って、はい、では堀皆さん宣伝しようね。今日はですね、コニャンに全国のゆるキャラを集めまして、ゆるキャラ祭り in 彦根というのをやらせていただきます。今年で5回目かなとなりましてですね、お礼にたくさん多くの参加いただいておりまして、今年からはちょっともう抽選制になってしまいまして、150体のキャラに限らせていただいてるんですけれども、逆にですね、彦根はオンリーのステージを今年は設けさせていただきまして、彦根がまあなるべくコンスタントに皆さんにたくさん見ていただける専用のステージを設けるつもりでございます。まあ、今のところに関係のあるキャラクターさん、みんなひこにゃんステージに呼んで、一緒にひこにゃんと PR とかしていただけたらなと思ってますので、ぜひそちらも皆さんに見に来ていただけるとありがたいかなと思います。あとほら、あとひこりグッズこっちにあるからね、こっちから帰らないようにね。ひこにゃん、せっかくもらったらもうちょっと見せてみようか。ちょっとさっきいただいたので、ハロウィンもね、はい、ちょっとThank you.